えー、市民の皆さん、こんにちは。えー、本日は、ちょうどパルテノン玉で、第33回の玉市平和展を開催しています。え、8月18日から25日ですので、まあ、これをご覧になっている皆さんはもう、終わってるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。ただ、今年は戦後79年、そしていよいよ来年は戦後80年を迎えます。私も、 えー、今年もですね、広島に被爆地子ども派遣ということで、多摩市の子どもたち、8人の子どもたちと一緒に広島に行って、核兵器廃絶と、そして戦争のない、核戦争のない、あらゆる戦争がなくなる。えー、そんなことを子どもたちと一緒に祈ってきました。えー、今日はお隣にですね、えー、この多摩市平和展、これは 主催しているのが多摩市と多摩市平和店市民会議です平和店市民会議の委員である鹿児島さんにお越しいただいていますので少し鹿児島さんから平和店の話なども伺いたいと思いますじゃあ鹿児島さん平和店の話をちょっとお願いしますはい、えー、と皆さんこんにちは 鹿児島武と申しますあの、まあ、私はずっとも生まれた時から多摩市に住んでいましてで、まあ、平和展は20067年ぐらいから少しずつ関わりだして本格的には2013年ぐらいからですねちょっと学習会で、えーまあ、今回もですね多摩加工賞というテーマでお話しするんですけどそのことを、えー、やっているということでもうだから十数年 えー、この魂平和展に関わってますということで今日もねあの、まあ、今日がそのこれ撮影してるのはオープニングの日なんですけど市長がそこでもあの、まあ、この魂平和展っていうのはこう市民とねあの行政が共同でやってるということでですねまあその市民もあのいろんなこう市内で活動してるグループが参加してるので えーまあ、それぞれの、ねあのー、視点とか、ね、それぞれの、まあ、思いで、まあ、結構 <laughs> まあぶつかり合ったりっていうこともなくはないっていうか、まあ、そういうこともやりながらあのいろいろ企画を練って,、えーや,ってえー、やっているというところですかね。はい、ありがとうございますでちょっと私の方から伺いたいのが、えー、今年ですね、えーまあ、多摩市の平和展では3回目になると思いますけども戦死者たちからのメッセージということで武田義人さんの「 鉄の造形を描かれてそしてまたこれが展示されているわけですがあの今回この武田義人さんのメッセージ、えー、今映像でも流れているかもしれませんが、えー、このようなものを選ばれたっていうと実はあの私もこの作品が慶泉、えー、女学園大学でですね、えー、保存されているいわゆる花と平和のミュージーアムの方でですね あの武田さんの作品を、えー、預かっていただいているということは承知しておりますがまずその辺りからちょっと話を聞かせていただきたいと思うんですが。はいえーとまあ、今回ですねあの、まあ、私たちの、まあ、関わってるグループであの、まあ、企画を考えた時にですねその これ撮影しているのが、その映画の上映の直後なんですけれども、その映画でやった大川しおりさんという、えーまあ、映画監督が、あの、なぜ戦争を描くのかっていうですね、そういうあの本を書かれていて、ま,あ、まさにその戦争もう、ね、戦後、来年が80年で、戦争を知らない世代が戦争をどう考ええー、伝えていくのかと。で、まあ実際にはそのもう、ね、日本の外ではもうかなり ああちこちこででで戦争が起きてるる状況ではあるんですけれどもそれでもまあ日本で暮らしている分にはやはり直接それをこう経験するっていうことはないとその時にどうやって戦争を描き伝えるのかっていうテーマで、えー、あのテーマをまあ今回考えたとでその中でですねその今までも多摩市の平和展でこの武田義人さんの戦死者たちからのメッセージというで 一連の作品を展示してきたんですけれども、前回からもうすでに10年経っておりまして、また、武田さんがその2014年の時は、あの、お元気だったんですけど、その後、えっと、いくつか作品を新しく作って、でも、あの、もうすでに亡くなられているということでですね、前回展示できなかった作品も含めて、あの、この鉄の造形 物、これはもう実物見てもらわないと、あの、今一つわからない部分もあると思うんですけど、絵でもないし、いわゆる彫刻ともちょっと違う独特の作品で、あの、これを見てもらうことで、その、まあ、武田さんが、その、戦死者たちからのメッセージっていうタイトルに込めた、あの、まあ、ある種、まあ、我々庶民にとっては、戦争っていうのはこう、赤紙で、えー 引っ張られても強制的に生かされて、えー、亡くなると。あるいは、あのー、民間人、例えば、まあ、原爆とか空襲で亡くなる方の作品に関する作品もありますけれども、やはり、あのー、本人の意志とかそういうところと離れたところで人が殺し殺されるっていう、その戦争の悲惨さを訴えるメッセージっていうのがこの作品にあると、えー、いうことですね。その、 作品を皆さんに見てもらいたいということと、あと、まあ、市長もっおっしゃられたように、その慶仙女学園、女学園大学に、えーまあ、この作品が今、あのー、保管されておりまして、えーまあ、ただですね、慶仙が、えーまあ、数年後に大学を閉めてしまうということもあって、あのーまあ、この作品を、まあ、改めてアピールすることで、ちょっと どこか保存保管できるところないかなというところも含めて今回この,あの提案をしたということになります。はい、ありがとうございますあのこれ鹿児島さんも言われたように実際なかなかこう直接見ていただかないとなかなか、うん、分かりにくいところはあるんですがいや本当に実によくできている作品で、まあ、全て、えー、鉄によって作成されているのでどうしてもその作ってから年月が経つとやっぱ錆びていく ですね、でただここで描かれてるのが例えば陸軍兵士の問いかけであったり出,出陣学徒兵士の問いかけであったりあるいは、えー、被爆をしてそして黒い雨の中で被爆者が本当に悶え苦しんでいる様であったりあるいはあの暴境ということで中国の戦線の中で自分の国にどうしたら帰還できるのか。 あるいは、えー、現地の中でその白骨街道ということで本当に多くの皆さんの死死類々の中で、えー、なかなか結果として日本に帰れない、まあ、そうした兵士たちのこともなんと私もこれ一つ一つ見ていると本当に、えー、涙なく場合によってはちょっと怖いなと思うぐらいあのストレートな そういういいい表現がされていると思いますでもう一つですね私が今回の平和展でちょっと感心した点感動した点があるのは実は鹿児島さんが今もう戦争が進行しているそういう中で実はそのこういう戦死者たちのメッセージが訴えかけることができるんじゃないか。で私冒頭あの被爆地の子ども派遣の話をいたしましたがこれが実はもう今年で11年目を迎えています。で これまで関わってくれていた若い皆さんにも平和展に協力をしていただくということで実はあの今回「あなたは戦争があるこの世界でいいんですか?」というこのキャッチフレーズはこの被爆地子ども派遣で実際に行った当時小中学生だったお子さんが今高校生になっていますがその高校生がこのキャッチフレーズでどうでしょうかっていうふうに提案していただいたのが あなたは戦争があるこの世界でいいんですかという言葉です。で、小島さんあの実際にですね、若い人たちが今回の平和展かなり手伝っていただいているように思いますが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね。あのまあ、今日もですね、その映画の後にその監督のトークがあったんですけれども、そこでですね、あの中央大学の学生があのまあ、午前中とかもスタッフであの参加してくれてたんですけれども、その学生が あの映画の感想とかをですねあの話して、えー、もらってですねあのそれを聞いたまあ私の知り合いはその映画だけだとちょっといろいろこう、まあ、ある意味考えさせる映画だったのでいろいろモヤモヤが残ったんだけれどもその学生のこう感想とかを聞いてあなるほどとまあ一つこう腑に落ちたじゃないですけれどもやっぱりそのまあ戦争を知らない世代って っていうのが、まあ、ある意味もう戦後生まれはそうだといえばそうなんだけれども、親が戦争を体験した世代と、おじいちゃんおばあちゃんが戦争を体験した世代と、ひいおじいちゃんおばあちゃんがっていうと、どんどんやっぱりそこの関係っていうのは薄れていってしまうんだけれども、でも、その中で今回のそのキャッチフレーズのようにですね、あの、戦争があるこの世界でいいんですかっていう問いかけで、あの、多分多くの人は、 まあ嫌だよっていうとは思うんです。ただ、その、ただ単に最初からその話をするっていうよりは、やっぱりこの問いかけがあること、まああるいは今回のように映画を見て、監督のトークを見て考えるっていうですね。あの、戦争は嫌だよじゃなくて、そこから、じゃあなんで戦争が起きてるんだろう、これを伝えるためにはどうすればいいんだろう、起こさないためにはどうすればいいんだろうっていう考え続けることっていうことが、やっぱりすごく大事で、 そうした時にやっぱり若い世代が関わってですね、えー、くれるっていうことがあの新たな視点でまたその戦争を捉え返すということにつながるっていう意味ですごくいいのかなと思ってます、はい、で多分今の若い人たちがこのあなたは戦争がこの世界でいいんですかっていう問いかけはですねこの数年間例えばロシアがウクライナに侵攻したりあるいは、えー ガザですねいわゆるイスラエルの空爆空襲の中で、えー、今日この日この時間でも多くの子どもたちが犠牲になっているで確かに大人の面倒くさい事情があったり、えー、いろいろその政治の世界のですねあつがあったことがです、ね、起因して、まあ、イスラエルとガザあるいはウクライナとロシアそれぞれ後に引けなくなっている状態あると思います。でも やっぱり被爆地であの自分が体験したり見たことそれから先ほどあの鹿児島さんがお話ししていただいたように今回の映画はマーシャル諸島に焦点を当ててでまさに若い、えー、30代の監督がそこで3年暮らすことによって見えてきたつまり、まあ、旧日本帝国陸海軍の兵士たちがですねマーシャル諸島で何をしてきたのか。 あるいはマーシャル諸島の人たちもそうなんですがいわゆる日本語が話せるお年寄りがまだまだいらっしゃるでそういうことに直面しながら実はその現代から光を当てて戦争を知らない世代がまさに映画を作ったということがまあ一つの私も今回、えー、今あるガザとウクライナとそしてマーシャルをつなぐ線につながるのかなと思うんですけれどもその辺りいかがですか そうですねやっぱりその現代の世界における戦争ってすごく複雑でいろんなことが絡み合っているんですねでそう考えた時に、まあ、例えば2年前2022年にはですねあの第五福竜丸の展示をしたわけですけど、うん、まさにあの,あの時の水爆実験が行われたのが、まあ、マーシャル諸島であるわけですね。だからその年にまあ終わった戦争 っていう話ではなくて、その後にもうずっとこう、その軍備拡張の競争であるとか、核兵器の,あの製造をしながらの競争であるとか、そういうことっていうのがやっぱりずっと続いていて、で、その中で、こう、そういったこう、まあ、連続性の中でやっぱりそのガザの問題であるとか、 あるいは、えーウクライあ、ウクライナ、まあ、ロシアの侵攻であるとかですね。あのー、そういうものは決して過去の戦争と切れていないし、えー、でも、時代がこう、経ていくと、そういうつながりっていうのがだんだんわ、まあ、からなくなってしまったりする。でも、やっぱり戦争の本質っていうのは、まあ、国家にの命令によって戦争あ、人を殺すっていう、そこにはまあ全く変わりがない、えー、ということ。 やはり平和を考えるっていう時に、まあ、この部分は忘れちゃいけないのかなと思います。はい、ありがとうございますで実はその先ほどお話をした被爆地子ども派遣の皆さんがキャッチフレーズともう一つ作ったものがあって現在あの、まあ、現在というか多摩センターの駅前で掲示はされてますが、まあ、平和展の最中だけなのでなかなか見ることができないと思うのでちょっとこうご覧になっていただきたいと思いますが。 あのこの横断幕は、えー、被爆地子ども派遣で行った子どもたちがですね、えー、平和をどう考えたらいいのかといったときに平和の鳩であったり、えー、それから地球であったりそしてそこにキャッチコピーが描かれています私も、えー、彼らが彼女たちがこんなすごい横断幕を作ったんだなということで感心いたしました。またもう一つい、えー、いよいよ来年年ですが、えー 小淵沢にある中村キース・ヘリング美術館では「キース・ヘリング平和を描こう」というワークブックを作りました、まあ、この中に多摩市に来られた時のキース・ヘリングがちょうどパラティノン・多摩オープン直前でありましたけれども作品も掲載されていますあのぜひこの平和展をきっかけにですねこういう子どもたちに もっともっとお部屋を知ってもらいたいと思いますし、え多摩市でのいろんな出来事を知っていただきたいなと思いました。あの、最後に何か一言。<あ>はい。そうですね。あの、えっ、ー、と、まあ、今回もですね。えっ、ー、と、まあ、これが、もう。じょう、まあ、なんだ、動画がアップされた。 時には終わってるかもしれませんけれども、えっと、22日にですね、多摩加工省での勤労動員の頃っていう、え、ことの話をするんですけれども、えっと、多摩市と稲城市の間に、今、米軍のサービス施設になってますけど、あの、昔陸軍の火薬工場があったということでですね、あの、これについて私もこの十数年ずっと平和展で話をしています。 でまあ、火薬、まあ、要するに兵器工場ですので、まあ、これっていうのは、もう特にそのできた頃の時代背景を考えると、中国に侵略するための兵器を作ってた工場が、まあ、たまにあったっていうね、えー、その戦争ってあのなんか、ね、国を守るみたいなかっこいいふうに理化されますけれども、そうではない、えー、っていうことも含めて、あのなんていうか、この、 地元にそういうものがあったんだっていうことを考えるっていう学習会をずっとやっております。まあこれは、まあ来年以降も何かしらやるとは思いますので、あの、まあそういうところも、まあ、せっかくね、多摩市の、えー、まあ地域でやっている活動になりますので、まあそういうところから、あの、平和を考えるというところが、あの、やっぱすごく意味があることなのかなと思って、あの、この平和展にあの参加し続けております。 はいありがとうございますえー、今日はあのー、鹿児島さんと一緒に魂平和展を舞台に平和について、えー、ちょっと固い話になってしまいましたけれども <laughs>、ね、トークをいたしましたあの皆さんまだまだ暑い夏続きますのでぜひ熱中症にはお気をつけていただきあの過ごしていただければと思います本日はどうもありがとうございました